さあどうする、さくら。右、上、左、後ろ。どこでもないなら下。あんた、え、な、なんつーバカ力だ。よし、上出来だ。五代目、さくらに教えたの医療忍術だけじゃないのね。あの切れ具合とあの怪力、見事な綱手を育て上がったの。加賀先生、あ、見つけた。さくらちゃんの前でバカするの、もうやめよう。殺される。最大チャクラを一気に体内で練り上げ、瞬時に拳に全集中。相当なチャクラコントロールがなければできない芸当だ。医療忍術に怪力か。いや、それだけじゃない。さくらは本来現実タイプだからな。こりゃ五代目以上の黒い位置になるかもね。よし、今度は俺の方からも行きますか。